ハギはもうあれでしょ、皮ハグとか、皮ハギ、ハグとこから始まって、そこからスタートするの？あのね、頭のね、ここから剥いで、頭のなんか、なんかこの部分からハグらしい。ハグ、うん、こいつ硬いんだね。この包丁がダメなのか。だってさっきのイカも切れねえんだもん。包丁怒られた。このままでいくとあれだよね。ギマの再来だよね。いいっすよ、いいっすよ。歯ごたえあるっす。歯ごたえ。歯ごたえあって、身がなんかしっかりしてる感じ。あれ？あれ、やっぱくせえな。くせえな。立たないんだけどね、これはね。立てないんだよ。寿司屋とか行って、カワハギ、なんか出るもんね。カワハギってさ、映像で見てさ、なんか気持ちよくビリビリって、そう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 、剥いでるような。そう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 。だそこがね、そこの起点を作るのに、頭のまず角を落としてる理由らしいんだけど、あ、切れてない。こっから行くしかない。切れる包丁使えばね、うん、そうなのよね、すぐね。ちょっと今回はね、鉄の棒を使ってますんで、うん、なかなかね、そうそうそう、ちょっと鋭利に見えるかもしれないけど、鉄の棒です。鉄の棒ですから。お、お、何、そっから向けるってこと？うん、向けるの。いたたたた、いたたたた、あ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 らら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 、ここはね、もっと綺麗に。あーでもすごいプラスチックみたいに取れるんだね。からそれを手ないこれ、そこからガラスフィルム外すようなもんじゃない。いやでもダイノックに似てんじゃない。ちょっと待ってくださいね、ほら、うん、兄ダイノックに見えてきたな、これ。どうすんだよ、よーけいさしてんの。あー気持ちよさそう。うわ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 そのままレッツゴー。で、でもいつも通り、いつも通り、いつも釣ってないからわからないんだよね。どうすんのこれ。頭落として、頭落としてとか、こう背びれ落としてとかなんだけど、うん、お願い、ここだけ落とさせての。鉄の棒じゃダメか。お、いや来た来た来た。取り付けた。おお。うわ、それも剥がれんだね。うわぁ、なんと、梅干しみたいになってる。大丈夫これ。うわ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 。じゃあそしたら、一回洗ってきますかね。イエス。はい、はい、いきました。この辺硬そうだからさ、うん、私はこれいらないんだよ。うん、うん、いらないでしょ。硬そうだね、やっぱ硬い硬い。あ、いらない。どこから切るかは全然わからない。でも普通のサンダルじゃない方法でいけんね。尻尾からクイーって、こっちからいけるね。すごい独特だね、兄独特だね。なんで。いや、なんとなく、なんで兄のこういうイメージ。それ手切りそうじゃん。確かに。でも全然切れませんよ。まあ、鉄の棒ですから、ね。刺身にできない包丁ですね。気をつけて。お、なんかいい感じの、あのきっかけ見つけたみたいな感じ、兄。こっちは切れない包丁では怖い。兄、無理だよ。兄、やばい、やばい、やばい。おい、下ろしてますよ。いいよ、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 いいよ。お、早い、早い。あ、いい感じ。あ、いい感じ。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 道具を揃えよう。もう行くよ。調理は道具が大事だってことが分かりました。まあ、調理、道具が大事。はい。これ、数える。こっちもからも取れるけど。とりあえず、とりあえず、食してみよう。とりあえず、食してみよう。盛り付けてねえけど。
もう行ってみよう、行ってみよう、ギマの行ってみよう、ね、ギマの再来。うわぁ全然違う、超うまいよこれ、うん、うまい。今日はいただきます。はい、どうぞ。はい、これ美味しい。あ、全然臭くない。あ、ほんと超うまいよこれ。いや、普通にうまいよこれ。うまいよ、うん、お店の味する。どっちもうまいけど、うまくないこれ。あの前ギマ食った時さ、うん、もう口に入れた瞬間、うん、みんなは言えなかったけど、うん、みんな言えなかったけど、うん、くっせって思ったでしょ。ちょっとくっせえな、ちょっとくっせえなと思った思ったけど、くっせんだよ。でもうめえなって思って、でうめえなしか言えなかったけど、うん、これうまい。そのあれがないよね、うん、全然磯臭くない。全然、これ高級魚だわ。やっぱりわかるね。わかる、うん、美味しい、ね、お店の味なんだな、やっぱり。それでいいんじゃない、うん、あ、それでいいんじゃない。一番美味しい。一番美味しいと思う。さばいたやつの特権だよこれ。あ、そうだね、これさばけばよ。うん、あ、本当だ、ポリポリいってるね。やっぱ骨が、うん、骨、皮が残ってるやつ。皮が残ってるよ。もういいんだ、もういいんだ。噛み切れないホルモンすぐにちにちいってるもんだって。生ホルモン。というわけでね、ほんととんでもないサバイバルなね、もうなんか普通は皆さんちゃんとしたね、なんか台所とかでありますけど、もうほんとブブーだよ。台所とかでありますけど、だから撮るんだね。ねえ、うん、もうまあキャンプっぽいなんか、ただ単にテーブルに適当な水を置いてボールでやっちゃってるけども、こんな調理はするなっていう形ですけど、でも、ね、イカもカワハギもちょっとだけだったけど、ほんとマジで美味しい。美味しい、美味しい、うん、美味しかった。いやね、あのね、イカはなんとなく手でさばけたから、うんうん、分かった。あの胴体外す時も、うん、手突っ込むと、うん、どこがくっついてるか分かる。ああ、はい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 、って外してきて、うん、抜けたの。うん、なるほど、ね、簡単。あれはスーパーとかで売ってるやつだから簡単にいけるっす。で、背中からビッて切ってってやったでしょ、うんうん、で、これはもう覚えた。これが悪い。これが悪い。鉄の棒が悪いね。棒じゃなく包丁使いましょう。包丁使いましょう。で、あと普通の三枚おろしってやつと、うん、あとそのさっき見たヒラメみたいな、うん、平たい魚は真ん中から、そうだ、真ん中から、そう、背骨に沿って、うん、やっていくっていう方法が分かった、うん、で、皮が残るから皮引きも忘れない。はい、なぜかというと、噛み切れないから、ニチニチ言うか、ニチニチ言うか、キュッ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 言ってたね。一生噛める噛むみたいになってた。ホルモンじゃんただよマジ。ね、カワハギいただいた、ね、方は本当にありがとうございました。ありがとうございます。ね、今日ありがとうございました。そして、あ、本当ね、ありがとうございました。最高でした。ヤリイカ本当うまい。うん、だこれからの時期ね、もうまたどんどんイカシーズン入っていくと思うんでね。そうですね、イカしたシーズンですね。今日本当はアオリイカ狙ってたから。そうなんだよ、うんうん、アオリイカ釣りたいね、次は、うんうん、次はね。でも偶然でヤリイカ釣れても、うん、俺はええとは思わない、うん、やったって思う、やっぱり、うん、やり嬉しいからね、やりって、やりやりやりって調理編は本当すいません。申し訳ない。サバイバルダンスで申し訳ない。しかもさっき肝取ったのに肝使ってないって、ね。肝使ってないって。ちょっと色が怖かったんで。ちょっと怖かった。怪しかった。色がキモかったので。肝がキモかったので。怖いとこよろしいよ、ね。そうですね。というわけでごちそうさまでした。はい、あの、すずとね、兄のね、あとアンリちゃんの、Twitter、はい、Facebook、はい、ブログその他等ございますし、はい、チャンネルが新しくなりました、はい、そちらの方もぜひチェックください。ご登録ください。ということで、この辺の下記概要欄ね、下の方にね書いてありますんで、ぜひそちらの方からチェック、ご登録よろしくお願いします。というわけでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。バイビー。